時が癒されるか、何をして考えてみてください。してる時に、うん、あー、分かった。終了。あー、分かった。終了。動物動画の鑑賞。あー、っぽい？違う？ちょっとこれ違うのに。あー、っぽい？違う。アニメを見てる時。おー。ご飯食べてる時。小学生の時に私よく寝坊するんですけど、寝坊して遅刻した時に言い訳として言ったんですけど、バレてしまった言い訳は何でしょう。え、ちょっと待って、これ聞いたことある。ビリリリリリリリ、ちょっと難しいから、すごく難しくしたの。だからちょっと難しくちょっとニュアンス的に合ってたらちょっとポイントあげたいなって思う。あ、土曜日と間違えた。おなかったけど、アラームのせいでアラームがその夜の時間にセットしとって、あー、今ありそう。単純にゲームをしすぎて、ゲームとかパソコンをしすぎて時間を忘れて、寝るのがすごい忘れて、あー、それも夢の中で学校に登校してたんやけど、錯覚がそのだって寝ぼけてるから、そのだって寝ぼけてるから、言ってたんやけど、朝起きたら、え、いいやみたいになって遅刻しました、みたいな。マジで見える。よくはね、あれかも。かな、あやか。え、アラームの音が聞こえなかった。あ、めっちゃ音が言ってたから、いつもやんな。別に登校した時に開けてみた時、7時だったのに、気づいたら2時間遅れてたって。あ、時計が。時計が時間しかった。あ、アラーム遅く設定した。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 もはやアラームをかけてなかった。どうそれはもうもはや。それは、私は道端で人を助けたら遅れてしまった。すみません、この中に答え近くもなかったです。想像したからちょっと驚いたんだけど、うん、答え言いたいと思います。今朝食べたメロンパンが賞味期限1日切れてて、お腹が痛くなってこれませんでした、すいませんでした。全然違うんやけど。全然違うんやけど。全然。私のお題は、普段の生活で私が一番気をつけているところは何でしょう。はい、よかった。全然違うんやけど。全然。自分とか周り自分とか周りすべての匂い。え、単純にファッションがダサくないから。歩き方。違かった。アクセサリーとか靴下のワンポイントを必ず入れる。ああ。髪の毛とかなんかそういうなんかもうヘアスタイルとか。そういうので、ちょっとでもぐしゃっとなってたら、嫌だなって、なんかもう気にしちゃう。さっきの気にしちゃう。なんか髪の毛とか、なんかそういうなんかもうヘアスタイルとか、なんかそういうので、なんかちょっとでもぐしゃっとなってたら、もう嫌だなって、なんかもう気にしちゃう。さっきの気にしちゃう。絶対に、なんやろ、遅れたりとかしないように、
毎日規則正しくないなんか挨拶とかそういうのを絶対にちゃんとする。あーそういう系ね。リクはニナと一緒。あの香り、もうファッション全体を全部なんかもう気にしちゃう。さっきのこの中に正解はあります。おー